ソファすごいですね。これに座ることじゃないんですけど。作ったんですか。作りました。すげえ。はい。じゃあ改めてのスタンバイください。からの実感をちょっとゆっくりめにやる。もぎもぎ感ですね。はい、そうですね。はい、じゃあおスタンバイください。お待たせしました。はい。はい、こんばんは。はい、お願いします。はい、こんばんは。よーい、スタート。作ったの。これどんな形で。ねえ。一本でやってるわけですね。これめっちゃよくできてますよね。うん、すごい。ね。これが一番お金かかってそうな。いやでも座り心地めっちゃいい。うん。深く座ってもらうと大丈夫なんで。いや、すごい。はい、お願いします。よーい、パンの振りって。はい、カットです。はい、カットです。でも食べたまんまですけどね、この弾力とでももちもちっとな感じもあるけど、今までのドーナツとも違う感じというかね、なんかもうギュッなんでしょうね。はい、でも選ばなさそうだけどな。なんだろう、意外とこうしっかり歯ごたえがあるから、なんか朝は昼でもいけるしっていう感じかな。外ででもいいし、なんかあんま選ばなさそうですけどね、おやつにっていうだけな感じもしないというか、いや、いけんじゃないですか。結構いけると思う。はい、なんか料理とね、なんかと、なんかこう主食的なことでしょ、彼が狙ってるのは。いいんじゃないですか。はい、ムゲットドーナツ、パンみたいな新しいドーナツかな。でもなんか甘さが俺良かったっすね。甘すぎなくて、なんか